ユキさん、一体どこへ連れ去られてしまったんだ。大丈夫？この辺りの住民はもうみんな避難しているのよ。こんなところに何しに来たの？WP にさらわれたユキさんの居場所を探してるんだ。そうだと思ったわ。任せて。ユキさんの居場所は突き止めてあるから。この辺りは封鎖されていて立ち入り禁止になっているの。私についてきて。あの信号を右に曲がった先があざみ一丁目駅よ。あなたと最初に会った地下鉄の駅。ユキさんはそこから一駅先の町にいるわ。電車は止まってるからしばらく歩くことになると思うけど。あなたびしょ濡れだからそのままだと風邪をひくわ。あのコンビニで服を乾かしていきましょう。服が濡れていたって構わない。早くユキさんを助けに行かないと。ユキさんはあなたをおびき寄せるための人質だから、少なくともすぐに危険な状態になることはないはずよ。それにあなたの体調が万全でないとユキさんを助け出しても逃げ切れないでしょ。だからここは私の言うことを聞いておきなさい。リサさんとコンビニエンスストアに入った。店員も避難しているのか、店の中には誰もいない。裏手にあったヒーターを使って体を温めさせてもらうことにした。ねえ、濡れてる服は脱いだら？その方が早く乾くわよ。そうですね。それじゃあ、さあ早く乾かしましょう。そうだ、あなた大塚に随分と絡まれてたけど災難だったわね。今頃どうしてるのかしらね。まあきっとしぶとく生き残っているんでしょうけど。そういえば彼、警察の上層部に顔が利くのよ。事件現場に向かう警察のヘリに同乗することもできるらしいわ。大企業や官僚の不正を暴いて揺するようなやつだから。上層部の弱みでも握っているのかしらね。でもあの男、昔は名うての戦場ジャーナリストだったのよ。今はあんな自分勝手で欲深いやつだけど、きっと戦地でいろいろなことを見てきたんでしょうね。大塚が戦地で何を見てきたのかは私も知らないわ。本人も話したがらないしね。泣いてるの？あなた優しいのね。それにしてもなぜリサさんは
こんなにも僕を助けてくれるんだろうか。きっといろんな人に分け隔てなく優しくて親切なんだろうな。ん？何よ。どうかした？あなたを見ているとちょっと弟のことを思い出すの。私高校生の頃、父親の仕事の関係で海外にいたの。両親と私と弟の4人でね。弟は生きていれば年はあなたと同じくらい。そこは言葉も習慣も全然違う場所でね。でも弟は私よりずっと片言だったけど会話もしてて、友達も多かったし、地域の活動も手伝っていて、大人たちからも信頼されていたわ。その町がある日紛争に巻き込まれたの。駐留部隊が武装組織を撃退したけど、町はむちゃくちゃになったわ。大勢の人が亡くなって、次の日町に噂が立ったの。弟が武装組織を手引きしたのを見たって。もちろん弟がそんなことするはずないわ。それに手引きをするほど会話もできないし。でも町の人の怒りは激しくて、友達や親しい人はかばってくれたらしいけど、私が駆けつけた時にはもう町の人たちに、私がそこにいたら弟の無実を説明できたかもと思うと、悔やんでも悔やみきれなかった。悲しかった。弟が亡くなったこともそうだけど、町の人の心が怒りと憎しみで満ちてしまったのが悲しかった。世界から紛争がなくなればと思うけど、私一人の力だけじゃね。だからせめて私は強くなって、助けられる命は助けたい。そう思っているの。あなたの能力のせいで町はこんな状態になっているのかもしれないけど、あなた自身もそんな能力がなければ辛い目に遭わずに済んだのにね。そろそろ出ましょう。ユキさんが待ってるわ。雨は止んだみたいね。行きましょう。こっちよ。
なんだこの巨大絵は。エイチ君、避難完了しました。陸地の方も避難開始するそうです。わかった。おい、我々も避難するぞ。みんな早く乗り込め。あなたたち、避難命令が出ているでしょう。ここにいると危険ですよ。早く離れなさい。この機動隊員の人は。あの時車に乗って脱出するように誘導してくれた。ありがとうございます。ああ、あなたでしたか。あの時とは違う女性を連れているんですね。ちょっと事情がありまして。ところで、ここでは一体何が起こっているんですか？詳しいことはわからないのですが、あのビルの上にある謎の総体、あれが猛烈な勢いで破裂するとのことです。住民の皆さんの避難が完了したということなので、我々にも退避命令が出ているんです。破裂するとこの辺り一帯が吹き飛ぶそうなんです。もうあまり時間がありません。他の道は全て封鎖されています。そこにある乗り物を使って、とにかくこの道を西へ逃げてください。俺に馬を渡すなんて、いい度胸だ。頼もしいわね。行きましょう。おい、あれを見ろ。前に現れたやつだ。戻ってきたのか。どうするんだ。総体が爆発するぞ。もうあいつの足元を突っ切るしかない。